バーバラ、な、彼女セピロス騎士団に報告した。確かに、それにあなたに、そこに。ここに何かあったの？ありがとう。でも私は大丈夫だよ。ここで赤いググプラムを探してただけだから。おかしいな、この辺でたくさん取れるはずなのにまだ一つも見つからないの。あ、心配しないで。もう少し探せば見つかるはずだから。バーバラ様、ここにもいないのか。え、誰かこっちに来てる。お願い、少し静かにしてて。あの人に見つからないようにしなきゃ。その、いろいろと訳があって。わかった。お願い。お願いだ。声はあっちの方からだな。よし、もう少し近づいてみようぜ。やっほー。どこにいるんですか、バーバラ様。僕、ここでバーバラ様を探してるんだ。大聖堂へバーバラ様に薬剤を届けに行ったんだけど、シスター・ビクトリアからバーバラ様は外にいるって聞いて。前にバーバラ様に治療をしてもらった時に大聖堂の薬剤の原料が足りないことを言ってたのを。その原料が確か赤いググプラムだったから、きっとそのググプラムを取りに行こ。僕はバーバラファンクラブの会長だ。バーバラ様をこんな危険な野外に一人にさせるわけにはいかない。だからこの放浪寮に来て赤いググプラムを取りながらバーバラ様を探してたんだけど。もちろん、取ったものは後で。だい、その顔、まさかバーバラ。はあ、でもバもちろん知ってるよ。バーバラ様は赤いググプラムを取りに来たんだから、生えているルートをたどって進む。あ、それもそうか。
本当にもうモンド城に戻ったのかな。そうだ、君もバーバラ様の声を聞いてないかな。僕の聞き間違いじゃないよね。わざと僕を。そうだろう。そうか、もしかしたらバーバラ様本当にもうここにいないのかも。でもやっぱり心配だ。帰ってホフマンさんに相談して。そうだ、この赤いググプラムは君にあげるよ。取りすぎて持てないからね。僕も帰ったら。はあ、バーバラ様。あの人、もう帰った？はあ、ありがとう。あの人には申し訳ないことしちゃったかな。自分で言うのも恥ずかしいんだけど、私モンド城、それはそれで私のサインが欲しい。それに私もみんなを時々ね、その大聖堂にいて、今回あなたにもこの気持ちわかるか。この感じが心地よくて、いつの間にか帰ることを忘れてたみたい。ううん、私が欲しいのこの辺りにたくさんあるはずなのに。あ、そう、そのググプラム、しかもこんなにたくさん。これで十分足りるけど、私すごく悪いことしちゃった。アルバートさんは私を手伝うためにここに来たのに、私。でもこれでアルバートさんに真相を話して謝ったら、かえって気分を悪くさせちゃうかも。はあ、やっぱり私全然ダメだね。とりあえず帰ろう。後でアルバートさんに謝る方法を考えな。私が知ってる、あなたも、それにバルバトス様も。それのどこが誰も知らないなの？それに私は祈祷牧師、こんなことは許されない。ちゃんと謝りに行かないとね。うん、とりあえず後のことは私に任せて。ググプラムはもう十分。放浪量はあそこに長い元気を保つに。そうだ、前にしっかり休むよう。だから彼の状態を確認してから彼に作る。でね、私がトゥナーさんのところに行くこと、私の代わりにシスター・ヴィクトリアに伝えてきてくれないかな。こんなに長い時間戻らないと心配かけちゃうかもしれないから。それにまだ教会でやらなきゃいけないことがたくさん残ってるの。だから、まだ帰れないことを伝えておかなくちゃ。手伝ってくれてありがとう。
あら、バーバラならまだ帰ってきてないわよ。そうなの。ということはすぐには帰っ、あら、そうね、大聖、いつもバーバラに任せてたから彼女、そう、でも掃除が終わだから、でも、とりあえず、何かお困りですか？掃除をしてくれたんだね。ちょうど今ここに着いたの。手伝ってくれてありがとう。大聖堂の件も放浪寮の件、疲れたからの、あ、最、マーガレットさんからエンジェルズシェアの売り上げを超える、とっても美味しくて、もし並ぶのが嫌ならどっちにする？じゃあ私はさせ、そうだ、一応私は行こう。何かお困りですか？あら、何か用かしら。バーバラが、あら、でもそれもきっとり、そう、じゃあ安心で、その子、その人、仕事、休暇、それに、だから本音を、
絶雲の唐辛子だ。早速取ろう。この絶雲の唐辛子は新鮮だ。ささやきの森に行ってバーバラと集合しよう。行こう。ここが約束した場所だと思うけど、なんでいないんだろう。少し待ってみよう。もしかしたらすぐ来るかもしれない。なかなか来ないな。結構待った気がするけど。ささやきの森でスイートフラワーを取るって言ってたから。急ぎの用事ができちゃって。さっきスイートフラワーを取ってたんだけど、宝刀団証人らしき人を捕まえて歩いてた。早く金を。だから気づか警戒心がないからか。でもずっと尾行してたせいで、さすがに何かの気配に気づき始めたみたい。だからここに隠れてたんだ。セピロス騎士団に報告しようと思ったんだけど、それには時間がかかるでしょ。もしその間に砲塔団が何か悪いことをしたら大変なことに。それで助ける方法を考えてたら、あなたがやってきてくれたんだ。英雄騎士、もしよかったら。うん、じゃあお願いね、英雄騎士。治療は私にま。誰だ？俺たちの邪魔をするのは。その人を離して。英雄気取りか。野郎ども、その女を捕まえろ。慌てふためく顔を楽しませてもらおうじゃねえか。まずいぞ、バーバラが狙われてる。心配しないで、これでも神の目を持つ者。あの人たちの相手はできるよ。あなたはあの商人を先に助けてあげて。あれは神の目。まずいですぜ頭、あいつは厄介だ。何ビビってんだ。たかが女じゃねえか。神の目がどうしたってんだ。こっちは人数で勝ってんだ。一気にかかってやっつけるぞ。本当に何とお礼を言ったらいいか。私はリーウェからの商人です。もう途中で砲塔団に遭遇してしまい、あなたたちがいなければ。とそうだ、何かお礼を差し上げなくて。私がリーウェからも。いえいえ、お礼だなんて。危険な目に遭ってる人を見かけた。それに私はセピロス教会の祈祷牧師。こちらはセピロ。リーウェから来たあなたの安全を守るのは。いえ、助けてくださったんです。どうか。それにこれらは貴重なものでもありませんし、どれか一つお選びください。そう、わかったわ。リーウェのスパイシードリンクもいいと思うけど。そうだ、冒険が。ここは任せていいかな。確かに冒険者の方がこういうのには慣れてるでしょう。
そうだったんですか。スイートフラワーでスパイシードリンクを作るなんて。同じ種類の飲み、はい、スイートフラワー、本当に良質なスイートフラワーだね。早くモンド城に帰ろう。城内に着いたら、お、スパイシードリンクができたら、そこ。お待たせ、スパイシードリンクできたよ。ここでゆっくり飲もう。はい、あなたの分、しっかり味わってね。本当よかった。口に合うかどうか心配だったんだ。私がスパイシードリンクを好きな理由はね、ちょっとは恥ずかしいんだけど、最初はただ単に眠気を覚ますために飲んでたの。歌の練習をするようになってから毎朝早起きしなきゃいけなくて、練習が終わった後には教会の仕事もあったし、両方おろそかにならないようにしなくちゃって思ったんだ。でも朝はやっぱり眠いから、寝ぼけて練習しても何を歌ってるの。それで朝ちゃんと目が覚めるようにいろいろ試したの。ランニングとかミントとか。でもどの方法もいまいちピンとこなくて、そこで絶運の唐辛子で眠気を覚ます方法を試してみたんだ。サラさんにもそう言われたよ。だから直接食べるんじゃなくて、絶運の唐辛子、スイートフラワーで刺激を緩和する方法はサラ。それから毎朝そのスパイシードリンクで眠気を覚ましているうちに、その味が好きになっちゃったの。飲んだ時の辛い感覚も私にもっと努力しろって言ってくれてるような気がして。そう言われると照れちゃうな。あなただってすごく努力家なんでしょ。それにアンバーから聞いたよ、自分の家族を探すために旅をしてるんだよね。あなたが経験したこと、これから経験することは、歌が上手い下手とかそんなことなんかよりあまり役に立てないけど、治療が必要ならいつでも私を呼んで。どんな、お、少しおせっかいだったかな、ごめんなさい。気が緩んでつい。今日はせっかくの休日だし、この飲み物をゆっくり味わってリラックスしよう。明日になったらそれぞれの道に向かって努力し、私たちの願い叶うといいね。